田中渡る10月13日から1936年10月18日は、日本の陸軍軍人。最終階級は、不評大位、東京府出身。陸軍大位、田中小三郎の子として生まれる。上田中学、陸軍中央幼年学校余科陸軍中央幼年学校を経て、1921年7月。 陸軍士官学校全兵科437名中を主席卒業。同年10月、不評勝位に任官し、不評第49連隊付となる。1928年12月、陸軍大学校を卒業。1929年12月、参謀本部付勤務となる。1930年8月、大位に昇進し、同年12月、 参謀本部部員となる。同班長の橋本金五郎が結成した桜井のメンバーとなり、橋本の副審の一人として、1931年の3月事件、10月事件の防御に加わる。計画は事前に発覚するが、処分は重禁審投下という警備なものであった。1932年7月、ポーランドソ連駐在となり、翌1933年4月、 ソ連大使館付駐在部官補佐官に就任。1934年12月、陸軍大学教官となる。橋本らと共に統制派に属したが、行動派の一部青年将校の国家、革新運動にも共感を示していたとされ、1936年2.26事件が勃発すると、各地の将校を当に、帝都における決起を助け、 昭和維新に邁進する方針という趣旨の打電を行う。さらに、決起部隊に有利な条件で事態を収集するため、海元司令部との仲介工作を行った。事件収束後の8月に起訴されるが、10月18日自宅で拳銃自決。自決の理由は、田中の背後にいた大物爆僚に類が及ぶのを恐れたためとも言われるが、真相は不明。 ありがとうございます。